ねえねえ3150系、はい、なんですか。なんで私の口座に、こんなに高額なお金が、振り込まれているんだい？だって、うぷ主お金くれないかなって、言っていたじゃないですか。うん？それだけ。先輩が、犬山検証うーん違う違う、犬山診療所で、診察行っている間に、うぷ主のところに、電話がかかってきたんです。宝くじ当たったっていうことで、キャラが上がったんですな。そうだったんだね。ちなみに、いくらもらったんだい？ 7 億、5000万です。なんて、7億、5000万です。マジで、マジなの、それやばいやばいやばい。朝ごはんもおうといたしました。5300系と、処理作業に当たっている3150系に代わりまして、私、3508編成がニュースをお伝えいたします。今年2018年の初めに名鉄より発表された設備投資計画にホームドアを設置すると発表がありました。東京都の地下鉄で障害者の男性がホームから転落した事故を受けて、運輸局は大手私鉄にホームドア設置を促す文書を提出しました。これを受けて名鉄では、乗降者数が1日約8万人の、名鉄金山駅を試験駅として、一部のホームに試験的にホームドア設置を発表しました。名鉄では今までに、中部国際空港駅、名鉄直通の上飯田線、上飯田駅、平安通り駅に設置されています。もしこの先本格的に設置が進めば、岐阜、犬山、太田川、東岡崎などの主要駅に設置されるでしょう。しかし、名古屋駅は列車がいろいろな場所に停車するため、ホームドアを設置する場合は、駅自体の改良が必要となるでしょう。しかし、名古屋駅は空港へのアクセス向上のために、新しいホームを作るとのことなので、その時に設置されるのではないでしょうか。豊橋駅は、ホームが JR 東海からの借り物なので、ホームドアは当面の間つくことはないでしょう。以上、ニュースをお伝えしました。本当にすいませんでした。